シュルクーフは、フランス海軍のラガイエット級、フリゲート二番艦。艦名は、ナポレオン戦争で活躍した提督、ロベール・シュルクーフに由来する。シュルクーフは、DCN ロリアン交渉で建造され、1992年7月6日に、寄港、1993年7月3日に、浸水、1997年2月27日に、収益する。 2000年5月20日に、サンマロと命名都市の関係を結ぶ。シュルクーフは、トゥーロンに配備され、海外領土や経済水域の警備のほかに、空母戦闘軍の支援や特殊作戦及び、人道援助任務を担当し海洋における、諸任務にあたる。浸水後の1994年から講師運転等を開始し、はじめにルートディラムの出発港であるサンマロを訪問し、 出発式に参加。1995年前半期には、ホライズン計画のフィードバックを受けるためにロンドンと南東を訪れ、その後は北、大西洋を横断して、レイキャビーク、ボストン、ミクロン島、リスボンに寄港しきた、大西洋航海を経て、建造安定体系を完了させる。 1997年のアンテロープ作戦。1999年には、エチオピアエリトリア紛争に対応するためのコールアンガ作戦が発動され、ジブチに派遣される。2002年前半期及び2003年中頃には、ヘラクレス作戦のため、インド洋・アラビア海に展開する。2004年10月14日に、イエメン沖で座礁したパナマ席の貨物船。 さらにの乗員16名を関西ヘリコプターで救出し、空輸後イエメン沿岸警備隊に移送する。2007年3月から8月までは、第150合同任務部隊に属しインド洋に展開した。これ以外にもトライデント作戦の支援に参加する。2013年1月14日、アタランタ作戦参加中のところソマリア沖30マイルの インド洋海域にて遭難したダウセンの救助に向かい、船員10人を救出している。作戦参加期間は2012年12月から翌2013年2月まで。EU ネーバルフォースフレンチフリゲートセルキューフレスキューズ、テンセーラーズ・イン・インディアン・オーシャン。ありがとうございます。